どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。何か急に来るようです。ジューダスが言ってくれ、教えてくれました。バサーゴ、おお、想像以上に強そうな敵が。でもまあ今回は3人で戦うんで、まあいけるんじゃないのかな。いって、ちょっと頼むよ。うるや、いろいろ技も覚えまして、ちょっとガンガン使っていきたいと思います。結構使うんだな。フレームドライブ、ああなるほど、火の技。まあ多分これはソーサラーリングから発動されるのかな、おそらくですけど、といったところ。まあとりあえずさ、一体基本的にこれあれか、おっと、ジューダスは何でしょう、これ遠距離で攻撃してくれるのかな、おそらくですけど、わかんないよ。ただちょっと体力大丈夫かな。まあいざという時は、あ、そうそう、ヒールを使ってくれるからね。攻撃させて、その直後狙うんだ。ちょっと待ってね、道具使うか。カイル道具使って、結構アイテムまあ手に入ったんで、アップルグミで一応ちょっと回復しとこうかな。スピリッツを減らしたからの攻撃だな。攻撃頻度を抑える作戦でいくぞ。攻撃頻度を抑える、よい。だから持久戦だったら意外といけると思うんだよね。ギリギリ、あ、どっちなんだろう。もうちょっとなんかこう回復専用のなんか人いないとちょっときついかな、気持ちとしては。やっぱり危ない、うおっしゅ、危ない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 。ロニーがちょっとやられそう。どうしようかな。これか、アップルグミ。はい、30倍以上がなんせないもんね、まだ。危ない、なんだかちょっと、うい、あー、ちょっと地味に自利品だなこれ。残り1000か、1000ぐらいだったらもしかしたら、おーい、あーでもよかった、回復してるわ。今なんか使おうかと思ったんですよ、カイルに。ガードもしっかりできてるから大丈夫かな。どうだ、240、あとちょっといった、よし、うー、レベルアップ、やったぜ。ガレン走破陣、あー出た、いろいろ手になんか増えましたね、ジューダス。はい、奥義習得、あー上な、特技の上位技として認識してください。同様にメニュー技から×にセットできる。ということで、まあ了解。さあじゃあ行きましょう、先へ。とりあえずこれで外へ脱出できたかな。ここが出口だ、町の外へと繋がっている。そうかそうか、しかし思ったより時間がかかったな。まったく、僕一人ならもっと早く出られたもの。まあまあまあ、はいはい、言ってろよ。たく、帰る、こんなやつほっといて、とっとと個人に戻ろうぜ。あ、うん、これで、うん、早く戻って旅に出るんじゃなかったのか。ジューダス、本当ありがとう。別に礼を言われる筋合いはない。それでもありがとう、本当に助かったよ。なんでジューダスは牢にいたんだろうね、そういえば。またどこかで会えるといいね。帰る。何？僕はお前と一緒に。え？いや、なんでもない。英雄になりたければせいぜい頑張ることだ。じゃあな。一緒にって何？何か言いたげだったけど。ジューダスって不思議だよね。不思議？ああいうのは不思議じゃなくて。変って言うんだぞ。そうなのかな。言い過ぎだよロニー、ジューダスはいい人だよ。はあ、自分一人でも脱出できたのに俺たちを連れ出してくれたりさ。それに今だって俺のことを励ましてくれたし。はあ、カイル、あれは皮肉だ、励ましじゃない。そうかな。そんなことより早く個人に戻るぞ、すっかり遅くなっちまったから急もうぜ。まあとりあえず戻りましょうよ。はい、ダリルシェイド地下水路を出る。おお、もう夜ですよ。地下水路から出て、ここがダリルシェイド、そこがダリ、おう、びっくりした今急に。そこがだからもう、あ、でもだいぶ強くなったね。うん、全然もうなんか今までと違うわ。見てねえよ、見てろよ。見たか、見てねえよ、見てろよ。ここから登って、ここがダリルシェイド。おい、ダリルシェイドなんかに寄ってる場合か。とっとと個人に帰らねえとルーティーさんカンカンだぞ。まあ確かに、じゃあここから帰りましょう。そっちじゃねえよ、
クレスタはここから東の方角だろうが。失礼しました、怒られた。こっちか。おう、というのに敵が出てくる。ホーリーボトルを持ってない以上どうしようもないんだよな。なんかあ、そう、そういえばなんか装備を整えてなかったな、まだまだ。それを忘れてた。まあいいやいいや、とりあえず行っちゃいましょう、先へ。おい、よしよしよし。あ、危ない危ない、ごめんなさいね、ちょっと今こっちかな、きっと。いや、久しぶりにこのなんかあの、なんだろう、テイルズ・オブ・ディスティニーのマップ見たから、そのどこに何の街があるかっていうのを忘れちゃってんだよな。だからちょっと改めてちょっと確認しながら行かないと、一体どこに何があるかというのをね。敵もまあちょっと夜だからなんか出やすいとかあんのかな。うい、運命は時に厳しい。あ、テトラスラッシュ、いろいろ増えましたね、技が。こっちかな、いや、こっちじゃねえよ。なんか一応方角は出てるな、こっちだ。ちょっと一応これで確認して、あい、書いてある、ダリルシェイド。あ、ここはダリルシェイドでってわけだ。なんだなんだなんだ。じゃあちょっととりあえずね、家戻りましょう。ほい、というわけで、なんとかクレスタの町に到着しました。ルーティーさんまだ起きてるみたいなんです。待ってんだよ。どうする帰る。旅に出る話、言いづらかったら俺が代わりに。ダメだよ、ロニー。俺、自分で言うよ。そうじゃないと、いけないと思うんだ。なるほど。そうだな。すまねえ。よし、それじゃ行くか。じゃあ、ちょっと、話しましょう。母さんに話をしなきゃ。こっちかな、ここだ。いる、いた。お母さん。ただいま、母さん。遅くなってごめん。あのさ、実は話があるんだけど。うわぁ、ルーティー。母さん？聞いてよ、母さん。俺、話したいことがあるんだ。今何時だと思ってるの？おお。冒険なんてあんたにはまだ早すぎるって言ったのに、みんな心配してたのよ。黙って遺跡へ出かけたのは悪かったって思ってる。でもそのおかげで分かったんだ。母さん、俺ロニーと一緒に。いいから、今日はもう寝なさい。いやだ、ちゃんと聞いてよ母さん。いい加減にしなさい。うわぁ、俺、父さんみたいになりたいんだ。父さんみたいな、すごい英雄に。だから。うわぁ。母さん。大丈夫か、カイル。うん。今日は日が悪かったんだ。明日もう一度話すことにしようぜ。なーに、心配すんなって。ちゃんと話せば、お前の真剣な気持ち、きっと分かってくれるさ。いやー、心配してたんだよ、絶対。今日はもう寝ろ。いろいろあって疲れてるだろうしな。いやー、きつい。今日ね、またカイルのことぶっちゃったんだけど、なんだか様子が違ったのよ、今回は。なんせあの子ったら私に歯向かおうとしたのよ。今度私に。なかなかなこと。あんたみたいな英雄になりたいってさ、あの子。やっぱりあんたの子ね。ああ、せめてもう少し私に似てくれたらな。そんなバカなこと言わないのに。ああ、そうだったんだ。あ、笑ったでしょ今。え？心配しないで、覚悟はできてるつもり。え、スタン、どうしたの？明日あの子が打ち明けてきたら、その時は私。え、全然なんかこう、もしかしてスタン死んでねえよな、実は。結局昨夜は眠れなかったな。まあ寝れないだろうね。とにかくもう一度母さんに話すんだ、旅に出るって。行きましょう。覚悟は決まってんだね、もう自分なりに。いた、母さん。おはよう、母さん。おはようさんって、あんたが一人で起きてくるなんてどういう風の吹き回し？
あれ意外となんか。どうしたの？そんなところに突っ立ってないで、早くテーブルに着きなさい。どうしたんだろう。母さん、ずいぶんご機嫌だな。ああ。あのさ、母さん、話があるんだ。俺さ、おいしいでしょそれ。ガゼルさんの奥さんに教わったのよ。玉ねぎがポイントなんですって。はあ。母さん。あ、そろそろロニーを起こさないとね。呼んできてくれる？母さん。旅に出るんでしょ、ロニーと。え？どうしてそれを？私を誰だと思ってんの？伊達にあんたの母親15年もやっちゃいないわよ。あーってことは18年前があの対戦っていうことで、15年ってことはあのあと3年経って あのカイルが生まれたわけだ。ルーティーとあとスタンの間に。なるほどなるほど。これはね、昔あんたの父さんが使ってたものよ。え？父さんが？それから、はい、個人宛に足長おじさんが送ってくれたお金、あんたと同じクセ字のね。へえ、足長おじさん、まさか。知ってたの母さん。でも俺たちこんなにたくさんは。黙って受け取ればいいの。子供は子供らしく親のすねをかじる、その方が嬉しいもんよ、親ってやつはね。ルーティー。ねえカイル、あんた父さんのこと覚えてる？父さんが旅に出たのって10年以上も前のことだろ。正直あんまり覚えてないよ。そっか、あんたにはそう教えたんだっけ。まさか。ごめんねカイル、こういう時どんな顔して送り出してあげればいいかわからないけど。うんと暴れてらっしゃい。あいつに、スターに負けないぐらいに。母さん母さん、俺行ってくるよ。行ってらっしゃい、カイル。まさか、スケールメールを手に入れました。ワールドマップ、モンスター図鑑、センガルド。おお、ありがとうございます。話したんだな。うん、じゃあ行くか。うん。いやー、マジか。ロニー、帰りのこと頼んだよ。この子の抜けてるとこはあんたがしっかりフォローして。それと当然あんたは無事に帰ってくること、親を泣かしたら承知しないわよ。ああ、俺も絶対に無事で戻ってくるさ。うわあ、もういいお母さんじゃないの。とりあえずじゃあ、そしたら装備しようか？さっきの、スケールメール。これか。防御力アップ。はい。で、レザー、これは、はい。で、これはいいか。まあ、とりあえず装備とかね、しっかりちょっと整えていった方がいいでしょうし。あらはよくは売るし、いらなかったら。間違えた。これか、マーシナリーレザーの方がいいな。で、ピクシーヘルム被って。まあ、こんな感じでいいでしょう。よっしゃ。それじゃあ行きましょう、旅へ。うわー、ついに出ていくのか。元気だよロニー。絶好の冒険日和ってやつだな。ところで帰る、出発の準備はいいのか。いいんじゃない。うん、足りないものは道具屋で買えばいいんだよね。そうじゃねえよ。あれ見てみろよ、こっからだと街がよく見えるぜ。ほ、よーく目に焼き付けとけよ。二度と拝めないかもしれない。なんちゅうこと言うんだ。え、冒険ってのは危険と隣り合わせだ。運が悪けりゃ命を落とすことだってある。ほう。そんなビビったか。でもそれが現実だ。怖いか、ロニー。俺さ、今すっごくドキドキしてるんだ。ほう。もちろん怖いからってのもあるけど、このドキドキはそれだけじゃないんだ。ラグナ遺跡であの子を見て、俺何かが始まったって思った。それからいろいろあったけど、ずっとずっと憧れてた冒険の旅にやっと出られる。そう、父さんと同じように英雄になるための旅に。そう考えたらもうさ、胸がドキドキしっぱなしなんだ。今すぐわーっ
って叫びたいくらいだよ俺。スタンに似たなそれでこそカエルだ。安心しろ、お前は俺が守ってやる。何があっても必ずな。おお。ロニー、じゃ行くとするか。冒険の旅へと出発だ。英雄になるための旅だよロニーそうだったな。それじゃ行こうぜカエル、お前が英雄になるための旅によ。ああ。カエルは称号剣士を得ました。一体どこへ向かえばいいんだろう。だとしたらクレスタの町、まあここはじゃあ行きましょう。さらばまた会いましょう。クレスタの町を出る。一体どこへ向かおうか。おお、いいね。このなんかちょっと今から旅に出ますっていう感じが。さてこれからどうする。決まってるよ、あの子を探すんだ。探すね。何の手がかりもないのに草むらかき分けて探すつもりか。しょうがないじゃん、他に方法がないんだから。それともロニにはいいアイデアでもあるのかよ。こういう時は頭を使うんだよ。いいか、あの子の英雄を探してるって言葉が本当だとするぞ。今生きていて英雄と呼ばれるような人といえば、先の騒乱から世界を救った四英雄。四英雄。まずお前の両親であるスタンさんとルーティさん、それから英雄王の誉れ高いファンダリアのウッド王、そしてアダモニ神殿に所属しストレイライズ大神殿にいるフィリアさんだ。うんうん、なるほど。フィリアも四英雄になってんだ。誰かに会いに行くはずだ。そしてそのうち二人は除外できる。一人は居所がわからないスタンさん、そしてあの子はルーティさんのところにも来なかった。これも除外とすると残るのはウッドロー王とフィリアさんか。ここで問題、ウッドロー王のいるファンダリアへはどうやって行く。確かアイグレッテの港から船に乗っていくんだよね。あ、そうか。そう、フィリアさんにしろウッドロー王にしろ、会うためには必ずアイグレッテを通る必要があるってことだ。じゃあまずはアイグレッテに行こう。そうと決まれば出発だ。ここからアイグレッテを目指すならダリルシェイドの西にある橋を渡り、さらに北にあるハーメンツバレーを通っていくのが普通だな。つまりダリルシェイドの方を目指せばいいんだね。よし行こうロニー。ということでそれじゃあね、ダリルシェイドの方へ向かっていきたいと思います。次回行きましょう、お楽しみに。じゃあね、最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。